ヤン・ラースは、オランダハイケンスザント出身の元自転車競技選手。アマチュア時代より、ペーター・ポストの目に留まり、1975年にポストを率いる T.I. ローリーと契約を結んで、プロ転向。当時の T.I. ローリーは、ヨープ・ズート・メルク、ハニー、クイッパー、ヘリー・クネットマン、ラースの4人のオランダ国籍選手を中心として、 ロードレース開催協と目された選手層の厚さを誇っていた。なお、上記4選手はいずれも世界選手権、個人ロードレースを制している。1976年に国内選手権優勝。1977年にはミラーの3連モとアムステルゴールドレースを制するが、アムステルゴールドレースでは、 以後1980年まで実に4連覇、1982年も制覇して通算5回制覇し、現在も同レース最多優勝記録を保持している。なお、この年の同レースでは2位にクネットマン、3位にクイッパーが入っている。1978年、フランチェスコ・モゼールラを下しアムステル・ゴールドレース連覇、またパリ・ツール、パリ・ブリュッセルも制した。 1979年、地元オランダのファルケンビュルフで開催された、世界選手権、個人ロードにおいて、西ドイツのディートリヒ・トゥラウトのスプリント争いを制し、t i ローリー勢としては、クイッパー、クネットマンに続き3人目の世界チャンピオンとなった。この年は他に、ロンドファン・フラーアンデレン、E. サンプライス・フラーアンデレン、ロンドファン・ネーデルランドを制し、 アムステルゴールドレースでは3連覇を達成するなど大活躍の1年となった。1980年、アムステルゴールドレースではついに4連覇を達成したほか e ンプライスフラーンデレンも連覇。また、ロッテルダム6日間レースでは同じオランダ人のレネパイネンと組んで優勝し、その他のアンデーレースも多数優勝。1981年、 5連覇を狙ったアムステルゴールドレースでは5位に終わったが e ンプライスフランアンデレン3連覇オムロープヘッドフォルクヘントウェベルヘムパリツールエトワールドベセージュを制する活躍を見せた1982年パリルーベを初制覇またアムステルゴールドレースではステファンロッシュを下し5度目の優勝を飾るまた同年のツールドフランス第9ステージ前半の チームタイムトライアルでは、DI ラレーチームの制覇に貢献。1983年、二度目のロンドファン・フラーンデレンを制覇し、国内選手権も優勝。また、例年のごとく、他のクラシックレースでも活躍を見せたラースだが、翌1984年、選手生命を脅かす事故に遭う。1984年のミラノンデモのレース中に、 大量落ち車に巻き込まれ、背筋と内臓のいくつかの部分を損傷する大怪我を負った。もっとも、同年の国内選手権では2位、またツールドフランスでは、第9ステージで勝利するなど、そこそこの活躍は見せていたが、次第に走るだけもやっとという状態に追い込まれていった。結局、翌1985年5月、これ以上競争生活を続けることは困難だとして、引退を表明した。 引退後は長年にわたってレース監督を務めた。とりわけ、スポンサー獲得については抜群の交渉力を発揮した。しかし1994年に自身と妻が自宅で襲撃を受けるという事件に巻き込まれたことを契機に、1995年にラボバンクに移った際には、レース監督の職は捨てチームスタッフの一員となり、2003年までその職を務めた。 ありがとうございます。